商用狂言は、泉京科の小説。商用狂言とは、能狂言に歌舞伎などの要素を加えた芸能である。19世紀中頃大阪に始まり、江戸でも上演された。商用能狂言、今用能とも呼ばれる。小説、商用狂言は1896年11月14日から12月23日、読売新聞に連載され、1900年4月に、 春陽堂から炭鉱本が刊行された。孤児として育った主人公の三木は年上の女性のお雪を慕っていた。また同時に孤児であることから近所のガキ大将からは部別されていた。ある時、三木は商用狂言一座の女座頭に愛され金沢を離れる。大阪、京都を巡り8年後、三木は農薬者となり金沢へ戻るが、 三木は両親を亡くし、叔父の家に引き取られている。真向かいの広岡の娘お雪も邪険なまま母に育てられる、儚い身の上。お雪は三木を、またとないものと思えば、三次もまたお雪を、姉のように慕う。たまたま近所の広場に、商用狂言の一座がかかり、三木は毎晩見物に行く。一座の若師匠荒野は色白で髪黒い少年の、客を人よ。 さじきに招き、共応するが、木とは悪太郎どもに襲われるのをかばって、家まで届けると、それは蜜木。あたかもおじいっかは、賭博の現場を踏み込まれ、孤児となった蜜木はその夜から、荒野に養われる身となる。諸国を回り8年後、一座沢再び蜜木の故郷を訪れる。蜜木は、お雪の気の毒な境遇と、荒野の愛情に馴染む、我が身を引き比べ返り見て、 救うことのできないお雪の不運に報いようと、荒野をも永久に捨て、夜半ひそかに、一人山地を越えてゆく。物語に登場する少年と年上の女性の間に、今日から C、母性死亡の主題が伺える作品である。ありがとうございます。